はい、というわけで私は今2日目の朝です。3日目か、いや着いて次の日の次の日、3日目の朝ですね。昨日は美術館とかに行って有意義な一日を過ごしたんですが、ルームツアーは取れませんでした。ごめん友の会の皆さん。でも見て LA はすごいいい天気、晴れ、天気だけであげようね本当に。というわけで今日も打ち合わせに行ってきます。今日今から行くのはね、ソーホーハウスっていうアメリカの社交性の会員クラブなんだけど、そこがなぜか僕がね会員になれてるので、そこが新しいウエストハリウッドに1軒作ったみたいなんで、ちょっと写真とか撮れないかもしれないんですが行ってみたいと思います。ごきげんよう、 LA で会えたお友達コーディーくん、ごきげんよう。あのね、みんなでねランチをしたんですけど、あれなんです、ソーホーハウスに来たので撮れませんでした、ごめんなさい。今年の2ヶ月前にできたそうです。はい、ありがとうございました。グリちゃん、タオちゃん、ルームツアーをします。今回はウエストハリウッドのキンブトンラピアーというホテルに泊まっております。ただーん、たかしと同じお部屋、ビューがねこういう LA らしい、普通に抜けてて気持ちいいですよ。でお部屋の全体はこういう感じです。まああれですね、普通の広めなワンキングベッドのお部屋なんですけど、まあ、結構荷物置いても大丈夫だって。これ2人分のトランク、ちっちゃいの2つ、大きいの2つ置いてても、まあそんなに閉塞感ないのでいい感じですよ。で、バスルームはこんな感じです。あのね、多分 LA で一番でかいっていうぐらい本当にバスルームが爆広です。それがやっぱりね、それで選ぶ人もいるぐらいなバスルームにこだわりがあるホテルだそうですよ。はい、こんな感じ、サクッとですいませんね。アメニティはね、 LA のホテルあるあるからだけど、そんなにねない。でバス、トイレ別になっているのもポイントです。こんな感じ。あとはここはクローゼットね。はい、こんな感じに服を入れてます。そして冷蔵庫とかメニティとかはこんな感じでわーっとあって、お菓子とかね、この辺はね高いですけどお菓子とかも置いてあったりします。こんな感じのお部屋でした。LA のお部屋でした。キンプトンラピア、本当に場所がめっちゃいいんで、メルローズのど真ん中なんで、どこにでも歩いていけるっていうのがポイントです。はい、グリちゃん、タオちゃん、はい、皆さんおはようございます。本日4日目の朝じゃない、もう午後ですね、2時半ですね。はい、今日はですね、マリブビーチのちょっと入り口側、北の方にあるパリセードって街に来ました。パシフィックパリセード、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 パリセードで街です。を撮っていきたいと思います。おお、素敵よ、店とか素敵。こういうちょっとビーチ沿いの街ならではのお店がいっぱいあります。こちらパリセードの街並みの地図ですね。インサート、ごきげんよう。素敵な街、本当にリフォルメーションすごい人気ですよね、女の子の服、リフォーメーション、うん、なんかね、レディースの服なんですけど、すごい可愛いんですよ。すごい、本当アメリカな高級なモールって感じ。来たわよ、ボンジュールよ。ボンジュールだもん、嘘ついてない、ボンジュールよ、カフェボンジュール入ってた。ホームパーティー需要が高いさ、アメリカならではのお店、ホームパーティー用の使い捨ての紙皿とかがわーって売ってる。え、かわいい、ならではだよねこういうのね、やっぱね。あげ、見て、バックトゥースクール。まあでも私たち中学校まで戻っちゃうけどね、高校に戻ろうみたいな感じだな。グリちゃん、タオちゃん、すごくかわいいアルフレッドコーヒーっていうコーヒーショップです。僕すごい好きなんだよね、このコーヒーショップも。めちゃくちゃ可愛いんだよ、お店が素晴らしく可愛い。グリちゃん、タオちゃん、こちらエラワンというすっごい高級スーパーなんだけど、こういう感じですね。あ、まあそんなに高くない。何で測ればいいんだろう、アボカドで測る。アボカドは1、オーマイガー、4、4、3、12、500円。このアボカド500円します。買ってます。
アボカドで500円やばい、行かれてる。この野菜のオーガナイズがもうすごい綺麗なの見て、やばくない？綺麗。キャベツは安いんだ、すごい綺麗。しかもオーガニックなんだよ。バナナ、バナナ、バナナは安いんだ、1つなんだ。すごい、これブルーだよ。やばい、ストロベリーローズアーモンドミルクだって。いくらすんのこれ。15ドルすんの、なんか2000円。このみかんとか超美味しそうなんだけど、イチジクも。これ何、なんだろうこれ。これはアマンゴー、ピタマン、なにこれ、大根みたいなやつ。やだ。でも高いもん。高いけど、これすごくない？全部スープなんだって。揚げ、さっきのスーパーも揚げだったけど、全然これの方が揚げ。あ、ボーンブロスね、流行ってるよね、みんな飲んでるやつ。ごきげんよう。ただいま、時刻は16時40分。たった20分で美術館を回りたいと思います。行ってきます。もともとゲッティファミリーっていうアメリカの財閥の方の邸宅だったところが、その方たちが所蔵してる美術館を、美術品を置く美術館になったそうですよ。はい、いつまで住んでたんだろうね、それは知らないわ。マリブの本当、ほんの少しだけ海沿いから入ったところにある、本当に丁寧な邸宅ですよ。今から行くのはこちら、ジャーネル。2006年にできましたね。はい。あ、すごーい、何これ、村みたいになってるわ。すごいわ、家がどえらいわ。家でしょ、だってこれすごくない？ザ・ジェイ・ポール・ゲッティさんが作ったんですって。あー、綺麗ね、ほら、素晴らしいわ。うわー、家よ、だってこれ家だったんでしょ。多少さ、建物変えてるとはいえさ、ちゃんとこんな素敵な家あんの、すごいんだけど。揚げなんだけど、ほら、中庭とかすごくない？住みたい。もうなんか天気と相まって、もうすごい、絵がすごい。こちらの美術館の一番の見どころはこちら。撮り方上手くない？春さん、撮り方上手くない？庭のプールがすごい。これだから今はさ、噴水になってるけど、もともとはね、プールだったんでしょうね。あげじゃない？25m ちゃんとあるわよ、多分。25m 以上全然あるわよ。40m ぐらいあるんじゃない？すごい、あげ。気持ちいいですね。